というわけで恒例の荷室チェック&ゴルフバッグ搭載チェックですが、こちらガソリンのですね G はここがね来られてるんで、高級オーディオのですねボックススピーカーつけなきゃいいんですけど、フルサイズのゴルフバッグがまず横にバッチリ搭載できます。ここねやっぱり普通のプレート違うの、あとね頭を突っ込んでからやるとほぼ真横に搭載、これ上に考えると3つは搭載できます。あと念のためですが、一応こうやって倒すとですね大人用のスノーボードは片や CX30 ですが、こちらの容量は430リットルと絶対容量は広いんですけど、まずフルサイズの斜めにギリギリどころか、これ結構厳しい、ちょっと奥から入れて、これは1個も入んないです。これ絶対容量というか横幅が狭すぎるんで、軽めの軽量のかろうじて入れて、上に上げて頭をこう持ち上げる感じでやって強引に、しかもここちょっとゴルフクラブ的にはちょっと心配ですけど、軽量っていうかかなり薄くした、例えばドライバー抜いたやつは1個は入るんですけど、これでちょっと締めてみますね。うわ無理です。あとねこれ思ったんですよ、こっち側から倒す機構がなくて、室内側からここを倒すと、ここがなんとか倒せて、ゴルフバッグは入りますし、スノーボードも、あこれも運転席結構前にしないと、ギリギリのところ運転席ちょっと前にすると入りますけど、やっぱ収納力はやはりちょっとレゼルの方が上としかちょっと言いようがないかもしれない。てなわけでカーン第3のバトル走りです。まずはベゼルのガソリン G ですが、これはね癒し系ですね、まあ、そもそもベゼル全体的にソフトで、今までの本題のない癒し系の走りだったんですけれども、それがねガソリン車になると余計強調されています。そもそもベゼルはまあ今までのねホンダにない、すごいしなやかな乗り心地、当たりのいいシート、まあそういうのを持ってね癒しの走りだったんですけども、中でもその中でもガソリンの G が一番癒しだと思います。エンジンのパワーそのものはそれほどではなくて、 1.5 リットルの直四ガソリンでですね118馬力の142ニュートンとそれほどでもないんですが、街中では十分なのと、あとね出足から滑らか、ただねまあ一つ今これ 1.5 リットルのハイブリッドもあって、そちらの方がねもうねパッと踏んだ後にパッと出るあのね電動の気持ちよさがあって、あれとどっちを選ぶかですよね。個人的には小沢はねやっぱ最近のそのホンダのハイブリッド、まあ日産の e パワーほど極端な電動加速は見せないんですけども、フィットより確実にベゼルの方がね電動感を増していて、発進加速のキレの良さは増してるんですよ。そのキレの良さはね結構楽しい。それに比べてこのベゼルはね、まあ、ある種の刺激はないんだけれども、こう快適に乗り心地よく走れる。しかもタイヤもですねベゼルのハイブリッドに比べて、あちら18インチタイヤなんですけども、こちら16インチの非常に、まあ、タイヤのゴムの部分は結構分厚めなのを使ってるので、乗り心地もね下手すとハイブリッドでいいので、こちら癒し系の走りを求める人には良いでしょう。この癒しの意味ではベゼルガソリン G はねなかなかの実力車だと思います。それからね運転支援なんですけれども、これホンダセンシング標準装備で、これ当然被害軽減ブレーキとかついてるんですが、結構、車線の真ん中をトレースする、レーンキープがついていて、そこの ACC がね私今アクセルを緩めただけですけども完全停止いたします。しかもブレーキはなかなか上手、このあたりは安心の出来栄えです。でしかも電子パーキングブレーキがついているので完全停止今キープ中、今私は、ハンドルを持ってるだけです。てなわけで片や CX30 なんですけどもね、こちらはねすごくこう本格的です。ボディ剛性、ステアリング剛性感とともに、あとそのしっとり感もそうなんですけど、本当ねちょっと高級車に乗ってるという感じ。こうマツダの最近の車作りはもう全体的に
なんてでしょうかね、もうプレミアム志向なんですけども、この CX-30 にもそれが言えると思います。そしてこれ、ホンダの方はですね CVT でちょっとまあ独特の滑り感もあったんですけど、マツダはもう頑固に 6AT をトルコン付きの AT を使っているので、加速もですね、まあ、無駄な滑り感がなくて非常に自然な走り味。ただね、なんて言うんでしょうね、剛性めちゃくちゃ高いんですけど、すごくね軽快で、そうね、軽い感じがあるかっていうとちょっと違うんですよね。馬力はね、まあノンターボの2リッター直四で156馬力に199ニュートンメートル。ベゼルに比べてだいたい、まあ排気量も違うことがあって、だいたい 1.5 倍ぐらいのパワーとトルクなんですけど、ボディもこっちの方が重いんですよ。1.4 トン。ただね、その違いだけじゃない、すごく指向性の違いがあって、剛性感であり、そこで上質感を出そうとしている感じがあります。それくらいでね、ホンダはね、ある種、さっきも言ったように、しっとりとして癒し系なんだけど、軽さもあるんですよ。気持ちいい軽さが。そこがね、ちょっとね、マツダね、ちょっとね、真面目すぎる感じがするな、この車。これは好き好きで、こちらマツダ CX-30 の方が明らかに、高級感はあると思います。しっかり感があるし、守られ感もあるし、本物志向。それに比べてね、ホンダはね、ちょっと違う方向を行ってる気がしますね。まあ、最近の国産車にない味わいの軽いね、すごく気楽な乗り心地。小沢的にはそっちの方が、ちょっとね、癒されるし、気は楽になります。で、一方この先進安全、運転支援ですけども、これいわゆるレーンキープアシストと ACC が基本的に全部ついてるんですよ。で、このプロアクティブの1個上のグレードからですね、独自の CTS っていう、まあ、クルージング&トラフィックサポート、いわゆる同一車線内の運転支援をやっていて、これがね、スイッチを1個入れると、ステアリングとオートクルーズのスピードのメーターの表示がついて、それでセットを押すと、運転支援が始まって、これがね、今まで以上にセンターをビシッとトレースする。しかも基本的には、全車速域をトレースするので、非常に楽ちん。まあこれはまあ、ホンダでもついているんですけども。ただね、マツダはやっぱね、ここら辺の先進安全も本物志向っていうか、手抜きなしだと思うのは、一番安い 20S からですね、まあさっき言ったこの CTS はつかないんですけども、オートクルーズとレーンキープアシストがつくのはもちろん、アダプティブヘッドライトとか、ブラインドスポットモニター、要するに斜め後ろに車がいた時にそれをインジケーターで知らせてくれる、先進安全がね、標準でついてるんですよ。このあたりの安全に対するその考え方は、ある意味マツダの方が、上を行ってるかなと思います。てなわけで、ベゼルガソリン G と CX-30 のですね 20S の対決ですけども、じゃん引き分けです。というのもですね、もう実はね、結構どっちも質感重視のエレガントな SUV だと思っていたし、実際そうなんですけども、テイストがその中でもかなり違うことが分かりました。このベゼルですね、結構やっぱりエレガントなんですけど、結構エッジが効いていて、ある種神社仏閣的なデザインになっていて、あとね、効率が実はね、かなりいい。もうなんでしょうね、リアシートの広さ、見た目を裏切る広さは異常なレベルだし、それに対してですね、 CX-30 はマツダ的というか、ヨーロッパ車をイメージしたすごくエレガントで、結構アート、本物のアートを意識したですね、どっちかっていうと広さを犠牲にしてまで美しさを取ると、そこら辺がですね、そのある種の割り切りの良さと言いましょうか、頑固さと言いましょうか、信念の、そのね、アートに生きるという信念では実は CX-30 なのかなと思いました。だからね、これ本当デザインが気に入った人、この質感のこだわりっていうのは、まあある意味ホンダ以上なところがあります。それに対してホンダはね、結構ね、これ本当にこれいいとこ取りです。まあある美しさとある種の広さ、快適さ、両方を兼ね備えていて、それが一番よく出ているのはやはりリアシートであり、リアシートのこの膝
座前の広さ異常な広さだし、あと質感もね、これそんなにお金をかけた質感の高いその本革調とかないんですけども、これは快適です。ある意味現代日本のね、合理的かつ美しく快適な生活を求める人はベゼル。ただしちょっとこうヨーロッパを意識した、もっとより本物を求める人は CX だと、それくらいの違いがあるんじゃないかと思います。なわけでポジ TV またよろしくお願いいたします。 CX30 ライトですけども、これオフ、はい、でこれオート、はい、スモール、あ、スモールと下について上がつかない、それで上にやるとライト、はい、つきましてハイビーム、はい、ベゼルこれオフで、スモールこれがオートで、ヘッドライトで、これがローですね、はい、で、はい、あとウインカーもやってください。あ、これはシーケンシャルじゃないんだね、 G は。なるほど。